こんにちは、土の子です。今日はステージ198格闘タイプのローブシーンやっていこうと思います。手数は24、お任せでね選択されるのはメガミュウ2とメガヤドランなんですが、今回もね、コメントで非常にねヒントを言ってくださる方がいて、たくさんのね岩が降ってくると。なので、メガプテラメガスタートで、S ランクを狙いたいと思います。サブの方はねミュウツーゼラネアスビクティニと、非常にね攻撃力の高いポケモンを揃えています。じゃあ行ってみたいと思います。手数プラス5とメガスタートを使っていきます。それじゃあ S ランク取れるでしょうか。行ってみます。さあ、おお、いいね。メガプテラは揃わない。なるほど。まずはじゃあゼルネアスを揃えて、次メガプテラが揃うようにしましょうか。よし、こういきましょう。メガプテラビビ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 ー、よし、いいぞ。よし、さて次はどこが一番いいかな。ここでしょう。さあ、なかなかだね強いね。こういってメガプテラ、メガプテラ揃わないんだ。一段ずれちゃった。こういきましょうか。してこうか。うわー、難しいね。全然コンボがつながってくれない。ビクティニのね連撃も非常に使えるんですけど、なかなか使えないな。これはミュウツーを揃えた方がいいだろうか。うわきつー、これ。こうかな。さあ、こっからちゃんとねコンボを揃えていかないと多分全然足りてないと思うんで、いや連撃繰り返したいんだけど全然揃ってくれない。これはクリアすら怪しくなってきた。いやーちょっとダメだね。なるほど。大きい連鎖をつなげられないと多分 S は難しいでしょうね。まさかねこんなに苦戦するとは思いませんでした。はい、手数プラス5、メガスタート使って残り手数3までかかりましたね。こういうね最後みたいな大きいコンボが途中でね続かないとかなりきついと思われます。これはちょっと S ランク取るの難しそうだね。さあ、ポケモンゲットタイム 19% が一番最初ですね。ちょっと厳しいかも。ピシッ、おお、運いいな。
はい、攻撃力は70で最後の力、通常ニュアンスに使えるポケモンですね、ローブシン。これはねかなり出番があるポケモンだと思います。ちょっとじゃあ S ランク取るためにちょっといろいろまたね考えたいと思います。何度か、メガスタートとかねやってたんですけど、ちょっともうね運勝負はもういいかなと、もうマイナス1使っちゃおうかなということで、メガスタートパズルポケモンマイナス1手数プラス5全部ね使っちゃいます。何回かねメガスタートやって全然手数が残ってないので、もうこれはねパズポケモンマイナス1使うしかないかなと思います。で、岩が消えるわけじゃなくて、これはねビクティニが消えるので、メガプテラ、ゼルネアス、ミュウツーというパーティーで行くことになります。じゃあね、確実に S ランク取っていきます。よし、いい配置だ、こうですね。次もこうしていきましょう。よしよ、よしよ、さすがだぜさすがポケモンパズルポケモンマイナス1強い、揃うね、メガプテラが揃う。行きましょう。いやー気持ちいいわ、あんだけ苦戦してたローブシンがものすごいコンボですね。さあ行きましょう。はい、いやーやっぱりパズルポケモンマイナス1ってでかいわ、すごいね、めっちゃ強いわやっぱり。はい、手数ね23残してクリアできました。手数プラス5はいらなかったですね、いらないけど、もしね失敗した時のことを考えると手数プラス5はどうしてもね入れちゃいます。はい、ということで S ランクも取ることができました。メガスタート手数プラス5だけでね粘ってもよかったんですけど、全然安定しないので、もうねパズルポケモンマイナス1使って一気にクリアした方がいいかもしれません。その方がね最初にあのポケモンもゲットしやすいのでいいんじゃないでしょうか。なかなかねこれアイテムね絞ってやろうと思うときついですよ、 S ランク取るのは。さあそれじゃあ次回はモジャンボですね、ステージ199やっていきたいと思います。それじゃあね、よかったらまた次も見てください。つちのこでした。